2023年の電磁気に関する入試問題の続き、その2です。問2、図 3A のように断面積が S 平方メートル、長さ L メートル、巻き数がラージ N のコイル1がある。コイルの半径に比べて長さが十分に大きいので、コイル内部には一様な磁場、かっこ磁界ができているとして良い。まずコイルに時間変化しない電流 Iアが図中に示した方向に流れている場合を考える。コイル内部の磁場の強さは L、N、I を用いてかっこ6、かっこアンペアマイメートルとなり、磁場の向きは図中のかっこ E である。コイルの断面を貫く磁束は等磁率を μ0 かっこ H マイメートルとしてかっこ7ウェーバーで与えられる。以下ではコイル1に時間変化する電流が流れている場合を考える。微小時間 ΔT 秒の間に電流は I から I プラス ΔI アンペアに変化した。この時自己誘導現象により回路には誘導起電力が生じる。この誘導起電力の大きさは ΔT、ΔI を用いてかっこ 8V であり、コイル1の自己インダクタンスはかっこ 9H となる。次に図 3B に示すように M 回巻きのコイル2をコイル1の外側に巻きつけた。相互誘導現象によりコイル2に発生する起電力の大きさは ΔT、ΔI を用いてかっこ 10V である。カッコ E の選択肢はカッコ A が右向き、カッコ E が左向き。最後に図4のように電源を低電圧電源とし、コイル1の左右に金属のリング1、リング2を糸で吊るした。コイルとリングの中心は同一直線上にあり、さらにコイル断面とリングの面は平行である。スイッチ SW を閉じた直後にリング1、リング2に流れる電流の向きは図中の括弧であり、リング1、リング2が磁場から受ける力の方向は括弧 A である。括弧 O の選択肢 A、E、U、A とあります。括弧 A の選択肢が A から A まであります。問2の括弧6と括弧1と括弧7の問題です。電流 Iアが流れています。ここに電流が流れています。これはまあ電流が変化しないんですね。一定の電流が流れているとします。でコイル内部の磁場の強さは L、N、I を用いて括弧6アンペアマイメートル、磁場の向きは括弧 E、 コイルの断面を貫く磁束は等磁率 μ0 を用いて括弧7ウェーバーであるという問題です。まず最初に6番の磁場の強さですね。こういう向きに電流が流れています。ですから右ネジの法則でこういう向きに、まあ、磁場が生じているわけですね。まあ、ここで括弧 E の場合はこういう向きですね。ですから右向きに磁場が生じている。ですから選択肢で言うと右向きが A になっていますから、まあ括弧 A となります。まあ、6番の場合は磁場の強さというのは Li ですね。これ電流です。 N というのは単位長さあたりの巻き数です。ですからこれが L ですから、 L の中にラージ N の回巻いていますから、単位長さあたりは L 分の N 巻きになりますね。 N が L 分の N 巻きになりますから L 分の Ni ですから、こういう式になります。これが磁場の強さですね。でコイルの断面を貫く磁束というのは磁束水とかけ断面積です。この面積が S ですから BS。 B というものは磁束水素というものは磁場の強さに等磁率をかけたものですね。ですから μ0hs、 I は磁場の磁束は μ0hs になります。1はもう全問の結果使います。 L 分の Ni ですね。 L 分の Ni が1ですから、結局 L 分の μ0ni です。ウェーバーとなります。次は問2の括弧8と括弧9です。コイル1ってこれです。コイル1に今度は時間変化する電流が流れている場合を考えます。 ΔT 秒の間に電流が I から I プラス ΔI に変化したとします。この時誘導起電力の大きさは ΔT、ΔI を用いて括弧 8V であり、
コイル1の自己インダクタンスは括弧9ヘンリーとなるというまでです。まず括弧8番ですが、誘導起電力の大きさを求めます。でこれ電流が変化するとこういう向きに磁場が増えれば強くなりますから、逆向きにレンズの速度でこういう向きの誘導起電力が生じます。ですから逆誘導電力逆になるわけですけれども、その時の誘導起電力ですね、これはこのマイナスというのはその今言ったレンズの法則、磁場を変化する方向とはじゃ逆方向ということですね。それでマイナスをつけていますけれども、まあ、L 巻きデルタ D 分のデルタ Y 時速ですね、こういう式です。ですから時速の変化に逆行するような誘導起電力が生じるわけですね。で V イコールまあ、もともと大きさですからこれ絶対値を考えないといけないというわけですけれども、まず V はマイナス N 分のデルタ D デルタファイ、ファイというのは時速ですから、まあ、全部でやりました、時速密度かけ断面積ですね、時速密度がミューズル H ですから H はもうこれも全部の結果で L 分の NI と出ました。ですからここの、まあ、今度は V の大きさですから、まあ、絶対値を考えます。このマイナスを除きます。ですから N のデルタ D 分のデルタ T のここは B ですね、 BS ですね、これ BS ですから、これに S をかけたもの、 L 分のミューズレンの N S をかけたものですね、こうきます。でここで、変化するものは何かというと電流だけです。あとは全部ミューゼロ N S はもう決まった定数になります。この L は あくまでも長さですから、コイル1の長さだということに気をつけてください。で、これでこれがまあ全部前に来ます。 I を除いて全部前に来て I が残ると、でまあ、絶対値ですね、これですから、ここが絶対値となります。ですから、誘導起電力の大きさはこういう式になります。で一方コイル1の自己インダクタンスは何かというと、ところでこのインダクタンスをマイナス L にすると、これはまあ誘導起電力はこうですが、この自己インダクタンスという式で表すとこうなるわけですね。ですからこれは、まあ、今度は大きさですから、まあ、このマイナスを除いて、まあ、L のデルタ T データ、この L とここの長さを混同しないようにしてください。まあこれ同じではないんだということですね。まあこれ符号を変えて L のインダクタンスの I、LI と考えて、個人の場合は L の、まあ、スモール L とじゃなくて与えられていますから、まあ、長さというこう考えやってくる。こういうわけですね。インダクタンスの L です。こちら長さです。ですから混同しないように。ですから、ここの自己インダクタンスというものはこれに相当するわけですね。L 分のミューズル N 事乗 S となります。次は括弧10の問題です。今度は M 回巻きのコイル2をコイル1の外側に巻きつけた。このようにしてコイル1の外側にコイル2 M 回巻きのコイル2を巻きつけたわけですね。その時にコイル2に発生する起電力、まあ、相互誘導による起電力ですね、の大きさはデルタ T デルタ I を用いて括弧10ボルトであるという問題です。ですからここでは電流が変化して、ここで自己誘導によって時速が変化します。この時速変化はこのコイル2にも影響するわけですね。その時速変化に応じて、ですから M 回巻きですから、その時の相互誘導起電力は M 回巻きのデルタ T 分のデルタ Phi、 デルタ Phi、デルタ T というようになるわけですね。でこの Phi は時速、これは全問でやりました。この時速変化はコイル1の時速変化ですね。この電流変化による時速変化は、時速はこういう、こういうことになるわけですね。L 分のミューズル NIS です。この N 回巻きのコイル1ですね。これになるわけですね。ですから、ここで変化するのは I だけですから、あとはこのミューゼル、ミューゼルと L とミューゼル N をこちらも来て、S も来て、こう L 分のミューゼル MNS になります。でデルタ T 分のデルタ I となるわけですね。次は括弧U と括弧 A の問題です。スイッチ SW を閉じた直後、ここにスイッチがあって閉じた直後ですね、リング12に流れる電流の向きは U であり、リング12が磁場から受ける力の方向は括弧 A であるという問題です。まず最初にその流れる電流の向き、ここに電流が流れるわけですね。スイッチを閉じた直後はこういう向きに電流が流れますから、右ネジの法則でこういう方向にこのコイル1には磁場が生じるわけですね。こういうで磁場が生じますから、こういう向きにリング1にとってはこういう向きに磁場が
増えていくわけですが、そのレンズの法則で逆向きに自己誘導ですね、こういう向きの磁場が生じるような誘導電流が流れます。その右ネジの法則でいうと、こういう方向はこういう方向の電流が流れることになるわけですね。ですから、で一方リング2についてはこういう磁場が生じますから、ここも同じでよく、こういう向きの磁束が生じる、磁場が生じるような電流が流れますから、同じくこうですね、同じ向きですね。ですがこういう向きは A ですから、共に A の方向ですから、この選択肢でいうと括弧A が正解になります。で一方磁場から受ける力ですね、リングは磁場から受けるわけですね。で今さっきと同じようにこういう向きの磁場が生じますから、リング1にとってはこういう向きの方向ですから、リング1にとってはこういう磁場が生じるような、磁場が生じるわけですね、リング1については。ですからこういう方向の磁場といったら、こちらが N、こちらが S 極ですね。で、ここのコイル1についてはこういう向きの磁場ですから、ここが S 極、こちらが N 極になりますね。ですから S と S で積力を受けますから、こういう向きに左にリング1は力を受けるわけです。一方リング2については同様に、こういう向きのコイル1はこういう向きの磁場ですから、こちらが N 極、リング2については同じようにしてこういう磁場が生じますから、こちらが N 極ですね。 N と N でやって積力を受けますから右向きということになります。ですから、こう離れていくわけですね、こういう。ですからここで言うと左と右ですから、かっこいいが選択肢、ここが正解になります。